今期超期待のオリジナルアニメ「メタリックルージュ」。 ということで、今回は、メタリックルージュ、第1話見ての感想を話していきたいと思います。まあ、これはですね、今季のオリジナルアニメでございまして、ボンズ設立25周年記念作品ということで、かなりね、豪華なスタッフさんが集まって制作されるえ作品なんですけれども、SF バディアクションものって感じでございましてね、主人公はまあ2人組のバディでございまして、それが、まあ、いろいろ敵と戦っていくみたいなね、ざっくりとそんな感じなんですけれども、あのですね、第1話の感想としては、わからんってか 感じでしたね。うん。めちゃくちゃ面白そうなんですけれども、まだですね、なんかニュアンス的にあの、伝わってくるぐらいでございまして、果たしてこの作品が、まあ、どんな感じの作品なのか、いまいちまだね、掴みきれていないっていうところもありますので、まあ、本当に序章も序章今後の展開に期待なのかなっていうところでございました。まあ、個人的にはこういうね、硬派な雰囲気の設定、もり,り作品かなり好きなんですけれどもね、まあ、どうしても昨今のね、まあ、流行の流れから行きますと、まあ、一話のね、やっぱインパクトが大事でございまして、その掴みの観点でいくと、まあ、本作はちょっと弱かったのかなっていう印象もあったりしましたかね。 はい。で、えー、実際の内容なんですけれども、物語の舞台は火星で、そこにはですね、人間と人間ではない人造人間、ネアンと呼ばれる存在がですね、まあ一緒にあの街の中で生活しているっていう感じの世界観なんですけれども、まあ、ネアンはですね、まあ人間たちにですね、あの、なんかすごく物的な扱いをされていて、最初からですね、過酷な作業をさせられている要素がですね、すごく映されていくんですけれども、ぶっちゃけもう人間と変わらない存在みたいな感じなんですよね、見た目から何から。うん。でも、あの、ネクタルっていうですね、 まあ、特殊な物質みたいなのを日常的に摂取していかないと動くことができなくなってしまって、まあ、最終的にね、まあ、機能を停止して廃棄処分されてしまうっていう、あの、かなりですね、過酷な環境からで,ですね、この人造人間ネアンは生きていて、まあ、人間たちはそれを何とも思っていない感じで摂取しているというですね、まあ、結構、まあ、ハードな感じの様子が描かれていくんですよね。で、そんな世界観の中で、えー、主人公のルジュっていう子はですね、あの、まあ、同じくですね、ネアンなんですけれども、まあ、人造人間ですね。あのすごく、まあ 感情が希薄な感じでございまして何を考えているのかよくわかんない感じなんですよねそんなルジュとね行動を共にして彼女をサポートしているナオミっていう子がいるんですけれどもね、まあ、この子はどうやら人間っぽい感じでございましてこのねまあ人間と人造人間のバディが一緒にですねあのいろいろな敵と戦っていくみたいなまあざっくりというとそんな感じなんですけれどもねダイチャーから結構セリフでねガンガン説明入れていくっていう感じじゃなくてむしろね説明なくですね演出でガンガン見せていくっていう感じでございましてあの本当にですねまあ用語もガンガン出てきますし まあ一夜からですねちょっと気抜いていくとすぐね振り落とされてしまうんじゃないかっていうぐらいですねいやちょっとこの感覚懐かしいなっていう感じもありましたねでメインどころはですねやっぱりこのバトルアクションにあると思うんですけれどもこのルジュはですねグラディエーターっていうですねなんか 存在に献身するんですよね。そのイモータルナインって呼ばれる奴らがいるんですけれども、まあそいつらもですね、あの、そんな、うんと、人間の携帯からロボットみたいなね、パワードスーツみたいな感じの、えー、ものに変形して戦っていくんですけれども、これがめちゃめちゃかっこいいんですよね。まあ昨今 s f 系とのメカっていうのは基本的に CG で制作されることが多いんですけれどもね、まあ本作は手書きでございましてね、まあこれがバリバリ動いて超かっこいいんで、さすがボンズさんっていう感じでございまして、まあ、アクションはさすがだなっていうところあったりしましたね。うん。 感感じじななんんかかアクセルルルワールドっぽい感じもありましたねね、まあ、主人公の、まあ、ルジュなんかはです、ねまあ、このフォルムから何からね、かなり石竜定感も感じたんですけれどもね、すごいデザインは好みですね。このメカでありながらも、この女性をですね、意識した、この流線形のね、あのボディとですね、それでありながらも、ま、ところどころですね、エッジの効いた、すごいシャープなね、デザインも取り入れているっていう、この感じがですね、すごくかっこいいんですよね。ということで今回はメタリックルージュ大ちゃん見ての感想でございました。いや、ボンズのね、かなり気合い入れてきたオリジナル作品ということで、まあ、すごいね、 あの、今期の中でも期待作品だったんですけれども、まあちょっとつかみとしては弱かったですかね。うん。まあこっちのね、まあ系統が好きな方にはぶっ刺さる要素満載で、まあすごくね、今後は楽しみな感じだったんですけれども、まあそうではない方からしたら、もう第一話、まあポカンとしてしまう要素も結構あったんじゃないかなと感じてしまいました。うん。ですのでね、まあちょっと1話で判断するっていうよりかはですね、今後の展開を見てですね、まあ2話3話と見て、あの、行きたいのかなっていう作品でございましたので、あの、個人的にはね、あの、めちゃめちゃ好きな要素満載の作品でございましたので、1話から超楽しかったんですけれども、 もね、今後どんな感じになっていくのかすごい楽しみな作品でございました。皆さんどうもと思いましたぜひともコメント欄のようにお願いします。それじゃあまた。